初のランクアップライブか。さすがに緊張しますね、プロデューサー。 客席に男の子のファンが見えたような見間違いかな。信じられません。まさか本当に。よし、ステージから確かめてみます。 それから男の子のファンが見えたの気のせいじゃなかったです。はい、でも隣には女の子がいたから、もしかしたら彼女の付き添いかも。でもそれでもいいです。最後までしっかり見てもらいましたから。 思い込めて歌おう。
ランクアップの成果が出たみたいで、女の子ばっかりだろうなと思ったら男の子からも来てて、こんなに早く僕の魅力が伝わるなんて嬉しい誤算です。僕もそう思って読んでみたんです。そうしたら純粋にいいことが書いてあって、中身当然興味ありますよね。それではここで感動の一通をご紹介しましょう。こんなことが書いてあります。可愛いのに憧れてなかなか可愛くなりきれないマコトちゃん、でもそこを目指してバタバタしているところが一周して可愛いだそうです。分かってるような分かってないような、改めて聞かれると自信が。プロデューサー、この手紙は一言で言うとどういうことなんです？うわぁ、なんて分かりやすい、そしてなんて素晴らしいまとめなんだ。これはもうやりーって感じですよね。テーブルバンバンしてもいいですか？プロデューサー、これは早くも見えてきたんじゃないですか？超可愛いアイドルになるっていう最終目標が。それ以外何があるんですか？それさえ叶えば僕贅沢は言いません。とはいえモテパワーを強化するにはこのファッションじゃいまいちですね。そうだ、今からピンクバリバリの服を買いに行きましょう。そんな、ピンクは永遠の輝き、あなたを変える魔法のカラーコーデなのに。いいですよーだなんて言われても今に似合うようになってやれ。またプロデューサーまで分かりにくいことを。でも活動に手応えが出てきたのは良かったです。この調子でもっとモテる僕にしてください。
ここまでは当然。ここからがあなたの挑戦だ。はあ！